空手のルーツは沖縄県に昔からあったティーイという格闘技であると考えられています。しかし明確なルーツは不明です。基本的には沖縄の地元格闘技と中国から伝わる中国拳法が融合しながら栄えていったと考えられています。空手史においてキーパーソンであり、現在でもその名が型に残る2人を紹介します。作川勘雅とクーシャンクーです。作川勘雅、トゥーディー作川として初めて二つ名に空手とついて呼ばれた記録が残る人です。当時の中国シナにて稽古し、その名を広めたとされています。一方のクーシャンクー、彼は大島筆記によれば沖縄の格闘技法は薩風氏で、シナ人のクーシャンクーより伝来されたと記録に残ります。クーシャンクーあるいは高僧君として様々な流派の方に残っています。その他に有名なところでは、久米林人36章輸入説、舞方発展説、薩摩附属国時代による刀狩りから発展説がありますが、口伝や推測となり証明証拠は存在しないようです。